はい、シューチャンネルのシューです。今日も一日楽しんでいきましょうということで、ネットでね、育てるスイカのその後ということで、前回が5月31日、ちょうどね、2週間ほど経ちました。だいぶもう伸びてきてます。前回動画でね、終了時、ちょっと見た目はしょぼいけど今からですね、でもしっかり葉もね、日の方向きますし、2週間もすれば構いますよ的なことはね言ってたと思うんですが、そのままねこんな感じになっています。であれからですね、ちょこちょこ誘引はしていたんですが、葉の勢いがやっぱり強すぎてですね、ネットを飛び越えてですね、隣の家までこう伸びちゃってるのでね、またねここは修正ね、かけたいと思います。もうですねスイカもできててですね、ちょっと普通の品種と比べるとやたら毛がいっぱい生えてるような、イメージです。これは株の差なのか、環境の差なのか分かりませんが、なんかねここもね全部見てもらうと非常にねふわふわとね、毛が生えておりますが、そういう品種なんですかね。まあ、同じ名前のものは何度も育てたことがあるんですけど、なんかちょっと毛色が違うなと。でちょっとですねこの通路側にやっぱ伸びてきてるんで、こういうのもですねあんまりスイカのつるは動かしたくないんですけど、やっとります。でちなみにあのスイカ結構皆さんね、ウリハリムシに今飛んでますけどね、やられてるということなんですが、うちもですね、ここにもいます。こんなね、ウリハリムシなんですけど、結構うちもいます。ただですね、これだけね、葉の勢いが、あるとね、逆に、まあ、影響なしとは言わないんですけどね、こう食べられたがあるんですけど、まあ、収穫に影響はなさそうな雰囲気なのでね、捕殺、あえてね、駆除等はしてません。完全無農薬です。で、こうやってね、わざと雑草を生やすことによってね、天敵の、またね、誘引もしてますんで、まあ、それがね、処理もしてくれてるので、増えすぎずといった感じでね、ウリハリムシもうまいこと矯正してます。こんな感じですね。もう頭いいんですよ。もう近づくとすぐ飛んできますからね。メロンだとこうはいかないので、やっぱりね、スイカ、放任栽培の方が我が家は成績がいいような気がします。先ほどねもう受粉してね実がなってるものもありますんでね、今後はどこの位置にどれを残そうかといった感じなんですが、2株でね、今このような範囲で、しっかり茂っておりますんでね。で高さ的にはですね、上に引っ張れば引っ張るほどだいたいもう2メーターでてっぺんにつくような状態なんですけど、あえてちょっとね、任せながら、植物に好きなように這わせるというのはこんな状態ですけどね。まあ上まで行ったらまあ、その分ちぎってあげてね、成長点を。まあそこからね、また再度伸ばすかといったやり方でいいと思います。あとはですね、どこまでね、これがね、続くかといった感じで。ちなみにですね、まだ動画作ってませんけど、ここね、全面あるのは、マクワウリです。で、マクワウリとね、ウリということで、マクワウリもね、結構老化苗使ったんですけどね、影響なく今ね、成長しているといった感じで、今年は、ウリね、前半がね、4月5月と、一気に暖かかったので、だいぶね、成長が早いようなイメージでしょうか。まあ、こんな感じでね、もう見ていただいたらわかるので、今後のあの、手入れとしてはですね、まあ、誘引を引き続き続けるのと、伸びすぎた、つるの、処理であるとかですね、その程度になります。ですから基本も放任でいいとは思うんですけどね、何分ですね、吊るさなきゃいけないんでね、玉をね、その時にまた新たに、動画というかですね、こういうのがありますよとね、公開することはできるんですけど、まあネタ的にはもう薄くなってくるかなと、いった気がします。ちなみにですね、これちょっとお見せするとね、これお花なんですけど、結局ね、皆さん蜂が受粉してると思ってるじゃないですか。この中見るとね、もう今黒いのがちょこっと動いてるでしょ。本当に小さいのが。こういうね、小虫がね、受粉をしてくれるので、うちはほぼね、受粉率高いといった感じで、こういう感じの虫がね、中見えます。動いてるでしょ。アリとかも受粉してくれますね。はい。ですから、こうやってね、雑草を残しとくことは結構重要じゃないかとね、今も思っております。といった感じでですね、まあ、次回はですね、サントリーさんのね、
一坪で栽培できるね、またスイカもね育ててますんで、そのような結果も出てきてますんでね、どんどん紹介していきたいと思います。今日はちょっと動画短いですけど、まああれから2週間ということで、経過報告ということでお送りいたしました。以上、シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。まあ、意外とスイカ難しいっていう方いますけど、本人の方が、結構うまくいくと思います。逆に手を加えるとね、株がくたび出てダメになることがあるのでね、ということでね、引き続き、栽培続けましょう。